はい、どうも皆さん、こんにちは、アミザでーす。ということで、本日はですね、ニーヤの歴史ということで、アーカルムの転生外伝ですが、始まっておりますね。はい。まあ、キャラクターを持ってるよっていう人もいるし、まあ、今から撮ろうかなっていう人もいるんじゃないかなっていうふうに思うんだけど、このキャラね、正直かなりおもろいキャラ。うん。いろいろあったんだよな。正直いろいろあった。召喚石のデス含めて、いろいろあったキャラクターで、ちょっと今回はそんな歴史について語っていきたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。はい。で、まあ、まず、召喚石について語っていこうか。まあ、基本的に石がね、出てくる、石が無凸で出てきて、なんかどんどん凸されていきますよ。ぜひ育ててくださいね。みたいな感じで出てきて、どんどん凸が進んで4凸になったらニーヤゲット。みたいな。そんな流れだったよね。10賢者ゲット。みたいな。そんな感じの流れだったんだけど、ですはね、その中でも、珍しいよね。途中で性能が変化したタイプの石なんですよ。まあ、まずこれも知らない人いるんじゃないかなっていうふうに思うんだけど、デスってもともと、落ちるキャラランダムだったんだよね。デスの評価めちゃくちゃ低かったっす。最初。うん。なんでかっていうと、落ちるキャラがランダムで、まあ、主人公以外とかだったかな？うん。だから、まあ、2番目、3番目、4番目のどれかがランダムで戦闘不能になって、闇キャラが TA 確定する。っていうような仕様になってたんですよ。はい。まあ、じゃあ、自分のやりたい理想ムーブが3分の1の確率でできます。みたいな、そんな仕様になってたら、もうそれは使われませんよね。っていうことがあって、基本的にデスの評価って最初、ありえん低かった。うん。ありえん低かったんだけど、なんと調整されます。この性能になった。4番目に配置されたキャラを戦闘不能にして闇キャラが4ターンで必ずトリプルアタック。でもね、ここからさらにちょっと調整されたんですよね、実は。どう変わったのかっていうと、調整されたわけですよ。デスの使用率があまりにも低くて、いや、こんなん使い物になりませんわ、みたいな。その当時はもうマジ闇キャラ全盛期というか、闇キャラめっちゃ強いぜ、みたいな時期でもあったんだけど、それでもデスなんて全然使われなかったから、デスの手こ入れされて、4番目のキャラが戦闘不能になって、TA 確定、闇キャラ TA 確定ってなってて、じゃあ次何が起きたかっていうと、4番手の属性が指定されてなかったんですよ。そう。グランデの最終上限解放とかもそうだけど、昔はね、いろんな属性使っても OK みたいな。例えば水属性で、水属性の扇編成は、風属性のシエテを入れた方が強かったりとか、まあそういう状況、ちょっと不健全だったんだよな。そう。正直ちょっと不健全だったんだけど、まあ古き良き何でもありの時代でしたよ。はい。まあそんなこんなで、そこで4番手のキャラが、まあ闇キャラっていう限定がされてなかったから、何が起きたのかっていうと、まあこれ割と早々になくなったんだけど、芝を4番手にする闇属性ってのが流行ったんだよね。これが流行った。まあ、何使ったのかっていうと、このニヤビだね。このブラフマン・ルドラがすげえ強い。ダメージ上限アップ、ダメ軽減、再生効果、攻撃アップ。当時、破格のバフだったんですよ。この5ターンバフって。うん。で、トリプルアタックも4ターンじゃないですか。まあ、3凸の時は3ターンとかだったかな。うん。4ターンになるんですけど、4凸した時点で。で、まあ、そこで、これを使えばちょうど、ね、いい感じに回るわけじゃないですか。ってことで、4番手に芝、みたいな。4番手に芝を入れて、デスで、まあ、芝のニヤビ使った後にデスで、その4番手の芝を落として、闇キャラバフしてぶん殴るみたいな編成が出たんですけど、1週間経ったっけ ?1 ヶ月は経たなかった気がする。割と早々に、なんか、消されたね。割と早々に消されて、闇キャラ落としてね。闇キャラだけ落としてね。っていう風に言われました。これがなかったら、まあ、いろいろ本当に今でも悪さしてたと思うんで、多分今でも悪さをしていたと思うから、まあ、です、英断だったんじゃないでしょうか、その当時は。うん。まあ、ということでね、まあ、アーカルムの石の中でも、デスは結構、途中で調整食らいまくるっていう、結構レアな石だったような気がしますね。うん。で、どういうタイミングで使われてたのかっていうと、アーカー社で使われてたかな。3凸の時点で、まあ3ターンだったよね、確か。で、4凸で4ターンとかになるんですよ。TA 確率が。うん。で、4ターン TA 確定って、アーカーシャをすると2ターン TA 確定なんだよな、実質。アーカーシャってさ、ターン数がぶっ飛ぶじゃないですか。1ターン、3ターンぐらいまで。ぶっ飛ぶんだけど、4ターン必ずトリプルアタックすることによって、2ターンの間確定で TA 自体は保証される。だから、青箱確定。その時のヒヒホリって、アーカーシャやるの結構メジャーだったというか、うん。俺の記憶が確かであれば、闇のデスローとか使ってたかな。うん。デスロー、シローとか、デスローとか言われてるやつとか、あとはバレンタインクラリスとか使ってたね。ゾーイとかも使ってた気がするし、シスも使ってたね。その時は調整される前のシスとかだったけど、シスとか使ったりもしてたし、あとクラリスも使われてたし、うん。いろいろとキャラクター自体はあった気がするんですけど、何にせよ、連撃確定っていうのがほとんどなかった。装備的な連撃アップとかも、ケルベロスオーダーぐらいしかなかったんですよ、その当時って。うん。なので、TA 確定っていう概念はほぼほぼなかったんですけど、うん。そこら辺でね、TA 確定するっていうのがすごい強かったんで、デス4凸を早めに作った人はアドバンテージがあった気がするね。俺はちょっと遅れたんだよな。最初ってさ、アラナンと、カイムがキャラクターとして追加されて、俺そっち側優先してたから、アーカルム石のデスの4凸ってちょっと遅かったんですよ。はい。なんだけど、デス3凸だったら、そのターンのぶっ飛ばしでワンチャン TA 確定が1ターンで切れちゃう。みたいなのがあって。そう。それが4凸すると2ターン確定になるから、動きが安定して素晴らしいよね。みたいな。そんな感じにはなってたんで、そういう意味でちょっと、アーカルム石のデスは使われてたかなっていうような感じだね。今となってはヤチマを使うみたいな動きとかも増えて、デスはさらに使用頻度は広がってるような気はする。うん。やっぱりね、戦闘不能にする石っていうのがかなり唯一無二なので、今後も闇属性を落とすみたいな動きは使われていくだろうなっていうような感じしますね。10賢者もいるしね。うん。っていうような感じです。はい。で、キャラクターについてなんだけど、ニーヤキャラクターはね、やっぱ人気でしたよ。10賢者の中で女の子っていう時点で、結構人気が出てたと言ったらあれなんですけど、中村さん声優の中村雄一さんとかは、フラウが好きだったかな確か。うん。フラウ好きって人もいつつ、でもやっぱ10賢者出ます。結構鳴り物入りできたというか、うん。なんか、ちょっとキャラクター実装自体もちょっと遅れたよね確か。っていう感じで、なんかね、10賢者って、結構ために貯めて出てきたというか、アーカルムの転生っていうコンテンツもそうだけど、ために貯めて出てきて、で、そこからメンヘラじゃん。メンヘラ系の女の子の、こんな感じの見た目してるからさ、ちょっとこう、やっぱ、オタクくんはメンヘラが好きという、俺の中の持論があるんですけども。俺の中の持論があるんですけど、ニーヤは結構やっぱ、最初はすごい人気。最初すごい人気。最初から高い人気。今でもすごい人気だけどさ、最初からすごい人気だったような気がしますね。あとやっぱ闇属性全盛期というか、やっぱなんか、闇だけは育ってます。みたいな人が多かった時期でもあったんで、うん。その時はもう他の属性とかもピックアップされ始めて、なんか水属性の水カツオ剣豪だとか、いろいろ出てはいたけど、やっぱ闇自体はもう育ってて次のステップに進んだよ、みたいなタイプの人が多かったから、なんか闇を強化、改めて闇を強化しようか、とか、アーカーシャの青箱でヒヒロ金掘りや、みたいな。そういう人はね、やっぱ、ニーヤすごい魅力的に感じてたような気がするね。はい。で、もともと人気高かったんだけど、強さとして見ると、めっちゃ強かった。めっちゃ強かった。なんで強かったのかっていうと、基本的にはこれだね。バトル登場時、渇望効果、弱体効果すべて回復。うん。この、自動復活効果がめっちゃ強くて、昔ってやっぱキャラクターもいないし、敵が強いし、時間かかってたんですよ。フルオートもなかったよね、多分この時は。うん攻撃ボタンを押すだけのフルオートみたいな感じしかなかったんだけど、自動復活効果っていうのがやっぱすごい強くて、キャラクターがなんか一回落ちても大丈夫っていう状況が、すごいね、欲しい。喉から手が出るほど欲しいみたいな感じだったんですよ。なので、基本的にもうこのサポアビの時点で、めっちゃ使われてた。っていう感じだね。もう必須級みたいな。いや、最強ですやんみたいな。まあそんな感じで言われてたかな。闇排水編成とかと組み合わせると、まあ例えば排水調整ミスっても、HP なんか 5% とかで戦って、うわー、うっかり殴られて落ちちゃったってなってても、落ちちゃっても HP が 100% になるだけ。自動復活でね。っていう風になるから、まあそういう意味でも、めちゃくちゃ強いっていう風に言われてたね。排水の保険要員としてもいいし、まあ単純になんか耐久優勢が大きく上がるから、それで入れるだけでも問題ないっていう風に言われてたし、うん。アビリティも優秀だったんだよな。1、2、3アビだったんだけど、まあ1アビがまずやっぱ強いよね。追撃。フィールドで追撃。まあこれもね、アラナンの1アビとかもそうだけど、こんなんなかった。その時。そう、1アビで、なんかフィールドで追撃付与します、みたいな。なんかそういう、敵にメリットもあるけど、こっちにもメリットあります、みたいなアビって、意外とあんまなくて、ザルハメリナのフレアぐらいかな。うん。ザルハメリナのフレアとか、まあ、そんぐらい、なんかフィールド、トワイライトフィールドとか、ハウンドドッグの、とかぐらいはあったけど、まあ、そんなになかったんで、いいもんでもなかったんで、なんかめっちゃまともに使えるフィールドの、しかも追撃みたいな。これはなんかレアだったから、もうめちゃくちゃ強かったの。とりあえず押しとけみたいな。だから特に排水とか使ってたけど、まあそれで1アビ使って、で、そのなんか敵の攻撃力が上がるけど、それもこのサポートアビリティでカバーしましょう。みたいなね。まあそんな感じでありましたから、うん。まあそんなこんなで1アビもマジ強かったね。で、2アビもさっきも言ったけど、TA 確定っていうのがちょっと難かったんですよ。そう。トリプルアタックって、まあベルゼバブなんてもちろんなかった時代だし、方天下劇はあったか？まあでも方天下劇なんて持ってる人ほとんどいなかったけど。うん。みたいな感じだったんで、TA 確定っていうと、まあサポアビで TA 確定持ってますとか、まあそういうのが多かった。そういうのを使うことが多かったんで、まあ単純にこれで2アビで使う TA 確定させるっていうのがすげえ強かったです。はい。あと排水編成使わせたら火ダメ 50% 軽減っていうのも強いから、まあそこら辺いろいろ使われてたね。うん。で、まあ、3アビ、奥義2回発動。まあ、これは例えば、青箱確定、アーカーシャ青箱確定とかの最後の一発要因みたいなね。うん。まあ、その時から、奥義硬直みたいな話自体はあったんだけど、やっぱ、青箱確定するための最後の一押しだ。この3アビを押すだけで、まあ、奥義使用するキャラクターは、まあ、貢献度、ダメージ的にプラス300万、400万ダメージ稼げるぞ。じゃあ、押し毒やん。みたいな感じで、最後の爪。まあもしくは、愛の救いをさっさと減らしたいみたいな。まあそういうパターンの時に使われてたかなっていうような感じですね。全体的に捨てるアビリティがなくて、うん、全部攻撃アビリティみたいな感じだったから、まあそういう意味でも評価は高かったですね。うん。まあキャラクターが少なかったっていうのもあるけど、まあ評価はめっちゃ高かったかな。控えめに言ってっていうようなところ。さらに他の部分で言うと、フルオートでアビリティをポチらないっていうところでも、まあたまに注目浴びてましたね。まあこれはそんなに大きいとこじゃないけど、昔ってフルオートボタンのオンオフがなかったんですよ。フルオートってなんか押せるやつ全部押してくれるみたいな機能だったんで、例えばだけど、ニーアってフィールドアビでキャラクター対象なので、フルオートだとアビリティ何も使わずにぶん殴ってくれるんですよね。フルオート編成で早い編成を探したいです。っていう風になった時には、この全部アビリティをポチらないっていう要素が評価されたりしたっていうこともありましたね。まあ似たようなので言えば、10点集の夫婦とか、まあこれも全部回復アビリティじゃないですか。うん。全部回復アビリティなので、まあこれアビリティ使わないから評価的に上がるとか、まあそういうパターンも一応あったりしたけど、まあちょっとまああんまりはないか。あんまりはないけど、そういうのもありましたね。うん。まああとニーヤで言うと、なんか、不死身が、状態が作れたから、なんかそれで修正されたっていうのも一応あったね。うん。このサポートアビリティがあるんだけど、闇の主人公が瀕死状態ではないとき、そのターン中不死身状態、過去13回っていうのがあるんだけど、まあこれが今まで回数制限なかったんですよ。はい。回数制限なかっただけど、回数制限がついたっていうような感じだね。何があったのかっていうと、この主人公が瀕死状態ではない時不死身っていう状況って、最大 HP を減少させる効果を使って、自分の主人公の HP を4000とか3000とかにするじゃないですか。はい。それで、例えば、超越ルシとかで特殊技食らって HP 回復すると、不死身じゃなくなるよね。HP4000 だとして、で、一撃で死亡するじゃん。でも不死身で1残るじゃん。うん。で、超越ルシで HP 回復するじゃん。っていう動きを例えば繰り返したとしたら、そしたら不死身って一生続くわけじゃないですか。っていう動きをしてたら、なんか、運営が想定外の挙動ですって言って、なくしちゃった。なくしちゃったね、うん。そういうのも一応あった。不死身の上限回数がついた。でも確かね、その時強化効果が無効化されないディスガっていうのがなかったんで、ディスガがついて、普通の人はラッキーっていう感じだった。でもなんか、無限ループ組んでるっていう状況はできなくなった。みたいな感じだね。まあその当時はちょっと色々言われてたような気がするけど、まあ普段使いだと絶対に発生しない状況だったけど、でも悪さはできた。みたいな感じだね。まあそういうので言うと、まあ昔、無敵の仕様とかもあるかな。まあいつかまた動画で語るかもしんないけど、一抜層って扇効果で、ダメージ反射があるんですよ。はい。で、まあ、そのダメージ反射とダメージカットを一生回すのを繰り返して、常時 100% カットするっていう、まあ、無敵編成があったんだよね。なんだけど、それのせいで、反射の回数、反射ってダメージ0でも使用回数削れるんですけど、今。昔は削れなくて。うん。まあその削れないっていう仕様を利用して一生100カットでダメージ0ですり抜けるっていう動きをしてから一抜層は弱体化食らったっていうのがあったんですけど、まあその系譜だね。うん。まあ最大 HP を削って、まあ例えば1万ありましたってなった時、まあ涅槃の3アビとか、ハロ無限の2アビみたいなアビリティ使って最大 HP 減少させて3000、4000とかで減少させるじゃん。で、例えば HP リジェネとか、うん、リジェネ系、まあ今だと超越ルシとかあるけど、まあそういうリジェネ超越ルシ活性とか、まあそういう効果で HP 回復して、不死身状態を、ずっと継続させる。瀕死状態にさせない。うん。で、一生不死身状態を味わうっていう動きがあったけど、まあそれが、潰されたっていうのもありますね。で、まあ、時が経って、ちょっとやっぱ、なんか速度重視とか、まあ、渇望があんまり使われなくなる、みたいなパターンもあったじゃないですか。そう。渇望もういらねえよ、みたいな。倒しきれるなら別に渇望なんて問題なくねみたいな。排水しなくても問題ないじゃん、みたいな。今は渾身の時代だよな、みたいな。ぶん殴りの時代だよな、っていう風になった時に、渇望そんな不要。ながらアビリティポチりたい。みたいな感じになって、ちょっとニーヤが下火になってた気がするんだけど、まあ、ヤチマが出てきたあたりで、俺は結構また、まあ、デスもそうだけど、評価的には上がったような気がするね。まあ、最終上限解放も来て、まあ、ヤチマも来て、まあ、そこら辺で改めて一周上がったかなっていう感じ、ニーヤとデスは。うん。まあ、ニーヤ自体は、デスで落としてね、敵にデバフをかける、みたいな動き方もあるので、これだね。この効果以外で戦闘不能になった時、敵味方全体に弱体効果。まあ、この目的で使ったりとか、うん。いろいろ使い道自体はあって、まあ、なんか、ただ、昔よりやっぱインフレの波によって埋もれてたけど、ここ最近また出てるよね。っていうような感じがするかな。うん。ソルジャーのね、フルファイア編成とかは、なんかニーヤ入れて、ヤチマのデスで落としたりして、みたいな。なんかそんな感じの編成もあるし、うん。まあ、使いますね。今でも。まあでも前世紀と比べると、まあちょっと落ちてはいるのかなとは思いつつ。まあニーヤの歴史って俺の中ではそんな感じかな。まあやっぱデスの印象がやっぱ強いね。召喚効果がもともと全然使えませんやん。これどうすんのみたいな感じから、めっちゃ最強じゃん。必須級4番手になっただけ固定された瞬間に、めちゃくちゃ最強じゃんっていう風になってっていう、あの一連の流れは俺の中の思い出に深く刻まれてますね。はい。そんなこんなで、ニーヤの歴史動画でした。まあ、参考になれば幸いです。ほら、またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。